した。湯河原来るのは、ね、初めてなんですね。久々に温泉入るから、その時点で結構テンション高いんだけど、早速ね、駅のこのホームなのか、ホームなのかわかんないけど、経由がありますね。こうやって、めちゃくちゃ暖かい。湯河原の経由っていうやつがある。あ、いいね。なんか温泉来たって感じだわ。今日行こうと思って日帰り温泉なんだけど、今この歩いてる方向と実は真反対で、まあ、こっちで食事をとって、まあ、少し見るところに行ってから、その日帰りの温泉の方に、まあ、バスに向かっていこうと思います。ちょっと遠いんで、まあ、20分ぐらいかな。絞りってなんか聞いたことあるな。お菓子だっけ、洋菓子か、まあ、本社かな。クッキーの食べ放題が550円っていうめっちゃ魅力的な金額だったんだけど、ちょっと1時間、まあ、60分なんだけど、なんか食べ放題やっちゃうとなんか60分ギリギリまで俺いそうだからさ、さすがにちょっとやめました、ね、めっちゃ美味しそうだった。でもさすがみかんが有名なだけありますね。無人販売所もみかん売ってます。まあ、温泉入りに来たのがメインではあるんだけど、まあ、海鮮もね、まあ、サブメインっていうかサブとしてちょっと食べたいなと思ってきたんですけど、今ちょうどマグロ屋っていうお店があったんで、結構ちっちゃいお店ですけど営業中になってるんで、なんかめっちゃ美味しそうだなここにするか。大きそうでしょ？うまい。なんかでかいさ。あのね、私は結構めっちゃノリがいいというか、でコミュニケーションを取ってくれる人でしたね。とりあえず今からはあの温泉行くんだけど、一回駅まで戻ってそこからバスで行くっていう感じかな。いや、その前に、ね、あの海が見える公園があるんで、そこだけ寄ってきます。ここですね、湯河原海浜公園。こういう感じね。なんかちょっと思ってたのと違うな。もっとなんか海が見える感じかと思ってたんだけど。で、あれです。隣が中学校だから、なんか奥はね、その部活動とかの、まあ、テニスとかね、サッカーとか、そういうのに使われてます。あ、こういう感じね。なるほど、なるほど。あれだ、後ろ来れば普通に海見える公園っていうか、そういうエリアがありましたね。ここ来れば全然。いいやん、いいじゃん、いいじゃん。一瞬置物かと思った。みんなここにいるんだけど寒いからめっちゃ綺麗じゃん。
ただ今太陽はもう当たってないから少し暗く見えるんだけど、でも全然綺麗だね。いい感じの公園じゃん。てか、フロー滝まで行く人俺ぐらいしかいないんだけど誰も乗ってねえ。ありがとうございます。ということで、フロー滝でやってきました。なんかすでに雰囲気いいね。すごいマイナスイオンを感じるような気がするわ。徒歩1分で到着です。戻っていきましょう。本当に徒歩1分もかかんなかったわ。30秒ぐらいおー、すごい。なんか温泉の装置がね、結構あるようですね。足湯が近くにありましたから、それの装置でしょう。ここにお賽銭を入れるところがあって、ここにもね、お賽銭入れるところがあります。あとは、こっちが神社なんですかね。今のところの足湯に入るにはそこの茶屋があるんですけど、そこでなんか一品頼んだら入れるような仕組みでしたね。ちょっと今本当にご飯食べたばっかで欲しいものなかったんで使わなかったんで、まあなんか、一品頼んだら一応足湯できますよっていう感じでした。なんだかんだ温泉が一番後回しになってる。次もちょっともう一個だけ寄り道してから、本当に温泉に浸かりに行きます。もう一個やりたかったのは、ここの調律湯河原美術館です。美術館なんでね、中は撮影できないかもしれないけど、まあちょっとそこは見てみてだね。目的地の温泉へ向かっていきます。なんか日帰り温泉、まあ、いくつかあるんですけど、今回行くとこは本当に日帰り専門の温泉なんですね。だけどなんか意外と普通の、まあ、旅館とかでも日帰り入浴やってましたね。コロナとかでなんか前熱海行った時が結構やってなかったことが多かったので、今もそんな感じなのかなと思ったら、意外と普通に今は大丈夫みたいです。なんでまあ駅の近くとかの旅館で面白い人は普通に日帰り入浴できたかもしれないですね。着いた。こういう感じの室内で、上が休憩室、下が入浴ですね。それでは一旦入浴してきます。ついつい長居してしまいましたね。あのまあ露天風呂があるんですけど、露天風呂さ本当に景色良くてすごい綺麗だった。しかも今そんなに外も寒くないからちょうどいい感じの気温でさ、本当に綺麗だったな。虫とかもさいないからってそうゆったりできたね。入場料は1100円。だからまあ、普通かな？普通ぐらいですね。あとは温泉の隣が公園。綺麗な公園なんで、ちょっと行ってきますか。なんて公園なんだろう。おー、綺麗やん。迫力あるね。奥の方まで行くとこの柵がないんで、さらになんか迫力ありそう。いいね。ところでこの道はどこまで行くかなっていう、終わりが見えない。
そもそもこれ公園なんで。そういうテラス本当に居心地良すぎるな。最高なんだよ。今度なってさ、この自然楽しめるのはマジで最高。でかいよ、すごい。熱海とか箱根に行ったら絶対混んでるようなエリアなんだよ、本当に。でもさ、湯河原は今ついてきたらさ、本当にゆったりできる。奥にさ、トンネルがある。あの辺、なんかわかるかな、これ入れないと思うけど、なんだろう、あれ気になるな。ほんとね、この席さ、マジで快適すぎるんだけど、めっちゃ空いてるのよ。てか、ここにそもそも人が全然通んなくてさ、マジでもったいない。ここ超当たりなんだけど、その辺のカフェより全然居心地がいい。こういう、ちょっとまあ仕切りがあるタイプの椅子とテーブルもあります。ちょっと高級感あるよね。ここのテラスの施設なんだけど、食事がなしで2600円だったかな。でね、入場することができますね。食事ありだと5500円だったかなぐらいになるんだけど、こっち入浴してもよかったな。ここめっちゃ良さそう。星野リゾートとか、なんかそういう雰囲気がありましたけど、で多分ね、めっちゃいい感じだと思う。そっか、カフェみたいな感じかと思ってたら違ってましたね。待って、ハイウェイトンネルあったわ。どこに繋がってんだろう。今これはあれですね、テラスの入り口の方のテラス、玄関テラスの方に来てたんだけど、滝ね、滝が見れるのか。あー、なるほど、橋の下に繋がってるんで、びっくりしたわ。人が通ったら着くようになってないとだと思う。あ、ここでも滝が見れるんだね。来ました来ました。戻ってきました。あとはね、夕食だけ食べて帰ろうかな。いや、めちゃくちゃいい休日だわ。夕食はここのイタリアンにします。It's so easy to see that you're in love with me. Carve your name next to mine on that big oak tree. It's how you want it to be. You bring me things from the store and put it at my front door.I've lost count of the times this have happened before. めっちゃうまかったね。あれで1100円は安いと思う。なんかピザとかもあったんだけど、ピザもちょっと食べてみたくなりました。次来た時多分ピザ頼むと思う。湯河原の動画はここで終わりなんだけど、本当に最後に寄った公園良かったな。今度はね、このそういう絶対に行きたいですね。あそこでもなんか一日のんびりして過ごしたい。本当に良かった。あとちょっと多分熱海とか箱根とかに比べると、まあ、空いてる方だと思うんで、まあ、それでも結構過ごしやすかったっていうのもあるけど、マジでいいと思う。ということで今回のビデオはここで終わろうと思います。また次回の動画でお会いしましょう。Cause I do the same for you, just like I'm supposed to do. I'm yours, you're mine.